40、50代とか60歳ぐらいになってきた時に筋肉量が落ちてくるとこうなっちゃうんですよ。戻りにくいパターンと戻りやすいパターンがあって、はい、整体院復活院長で理学療法士の松田健です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に痛みを解決していくための動画になります。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体に行っても痛みが全然改善しない、もしくは病院に行っても痛み止め、薬止めしか処方されずに何をしていいかわからない、そんなあなたであればこの動画を通して痛みを根本的に解決する方法をぜひ学んでみてください。松田さん、えよ、側弯症出たってあるじゃないですか。あるね。なんかもう名前も漢字も難しいし確かに、もうそもそも実際なんでああなっちゃうのかなっていうのが気になるんですけど、側弯悩んでる人多いもんね。あれは原因は、私もねこう論文見たりとかすごく大好きなのでそれ見させてもらってて、今海外で言われてる側弯症の原因だったりとか、あとは改善方法、あとは側弯症なのかっていう、ちょっと何個かあるんですよ、側弯症の種類も。それを見極める方法とかも紹介していこうかな。で、側弯症なんですけど、これはいろんな推論があるんですよ。ただ、今一番有力じゃないかって言われてるのが、遺伝子の問題です。遺伝子みたいな。何もできねえみたいな。なるんですけど、まあ一番有力だと。まあそもそもですけど、側弯症がまだ定義されてません。原因がね。確定はされてません。ただ、側弯症の中身が、まあどうも遺伝子っぽいと。で、側弯症って、まあいわゆるこんな風になっちゃう状態なんですけど、これって、こうもあったり、こうもあったりじゃなくって、ほぼほぼパターン決まってるんですよ。で、何かって言ったら、これ後ろから見てます。後ろからね、背中見てますと。何かって言ったら、腰椎が左に側屈してるっていう、こういう状況。で、左の骨盤が後ろに引けてるっていう状況。プラス、これ曲がんないんですけどね。曲がって、右側が凸、いうパターン。で、腰椎が左側にずれてて、胸椎が右側に行ってる。なんで、真似すると、左の骨盤を引いた状態で左側に移動してます。で、この状態プラス、右側に胸椎が行ってるっていう、こういう状態の人が多い。で、これが私が見てる中で、7割から8割このパターンです。逆パターンもあるんですけど、ほぼほぼこのパターン。いや、これゼブラフィッシュで研究、いわゆるメダカみたいなやつですね。で、研究してたんですけど、遺伝子の番号があるんですけど、この中の一つをちょっと修正する、ね、欠損したりとかすると、何が起きるかっていうと、ゼブラフィッシュの、こう、側弯が出たって話だよね。魚ってまっすぐじゃないですか。ね、背骨が上から見てまっすぐなんですけど、そこの一個欠損させると、ぐにゃって曲がるんですよ。背骨がね。っていうのがありましたって話です。で、これはね、人間でも、まあ、一応じゃないかって言うんですけど、そもそもこういう風になるっていうのが遺伝子レベルでなっちゃうんじゃないかって言われてます。だから、遺伝子としてもそうなっちゃいやすいってことであれば、これ何もしようがないよって話。でして、で、実際側弯症って突発性の側弯とかいろいろあるんですけど、基本的には側弯が一番出やすいのっていうのは若年性、いわゆる思春期の間なんですよ。思春期で側弯が起きることがほぼほぼ多いです。で、結構な頻度で起きてるんですよ。で、何かスポーツしてるとかしてないとか関係なくって、生活習慣があるとか、なんかこの姿勢がどうこうとかじゃなくって、若年性で起きる、いわゆるこの若い人が起きるってことは、なんか生活習慣とかじゃなくって、そもそも起こり得た、成長する中で起こり得たって話なんですよ。だから遺伝子って言われて、実際にそういう風に考えてみると遺伝子っぽいなっていうのは正直私も思います。確定じゃないです。ただほぼほぼ確定じゃないかって言われてますね。いやいや、でも若い時大丈夫で高齢になってから出ましたって人いるんですけど、これは基本的には側弯もこの程度があって、強度な場合は若い時のすごい強い筋肉でさえも負けてしまうぐらい強い骨格の変形になってるパターンが多いんですけど、側弯があまり激しくないパターンだと、筋肉量とかでどうにかカバーできちゃうんですよ。こうやって曲がってるはずなのに、これはまっすぐできるんです。で、こんな風にできるんですよ、筋肉あれば。ただ、骨の変形強いと、このまま固まっちゃうんで、戻せないんですよね。筋肉強くても。でも、筋肉でどうにかできればこうなってる。で、筋肉が、でも、衰えてくるっていう、40、50代とか60歳ぐらいになってきた時に、筋肉量が落ちてくると、こうなっちゃうんですよ。だから、高齢になってから側弯が出ましたって人は、もともとあったんだけど、なんとか見えないようになってたってだけだと思ってください。だから、側弯症ってのは遺伝的に起きやすい。だから、若年性、20歳より前の時に起きてる側弯がほぼほぼ。でも、高齢で出てくるのは、高齢に出てきてるわけじゃなくて、もともとあったんだけども、弱いもので筋肉量とかいろんな生活背景どうにか留めてるもの、それが30代40代50代という筋肉量が落ちてくるタイミングで骨の変形が激しくなっちゃって出てきてましたよって話です。だから元々あったものが抑えたものが出てきただけっていう話だと思います。ただね、この側弯がじゃあ遺伝だったらもう仕方ないねじゃなくって、側弯があっ
あることでの腰痛とか膝の痛みとか肩こりっていうのは改善できます。ですか？痛みであればね、変形自体は難しい可能性はあるんですが、変形自体は実際こう改善することって結構多くって、私たちもやらせてもらっててね、もうやっぱ改善する方結構多いなーっていうのは正直感じます。で、それはやっぱり筋肉量とかでカバーできるものも結構あるんですよね。だからしっかり筋肉量、いわゆる緩めてあげて鍛えてあげて、この MSM メソッド、ね、運動療法をしっかりやってるだけで改善するかもよってことはぜひね、覚えてください。で、この状態、これ戻していきます。ただ、これはね、戻りにくいパターンと戻りやすいパターンがあって、何かというと、回旋してるかどうかです。いわゆるねじれてる場合は、ちょっとね、戻しにくいんですけど、ただ、こうずれてる場合、横側にこうずれてる場合であれば、そんなに難しくなくて、筋肉を鍛えてあげると戻ります。ただ、これがねじれてる場合なんですよ。こんな風に。ねじれてる場合。ねじれてる場合になると、こう戻して、こう戻してあげないといけないんで、結構難しいです。ただ、ねじれがなくてこうなってる場合であれば、こう戻すだけで、そんなに難しくない。だから、回転してるのか回転してないのかっていうところがポイントだと思ってます。で、それをどうやって見極めるのかっていう話の原因発見を紹介していくと、こんな風に自分の体を屈曲してください。で、頭からこうしっかり曲げていって、背骨が一個一個こう曲がるようなイメージで、ね、背骨が一個一個こう曲がるようなイメージで、頭からこう曲げていくイメージで曲げていく。その時に、この上側がこんな風に右側が上がってる、左側が下がってるとかっていう風になってる場合は回旋してます。だから今これ、かがんでる状態だとこんな風に肋骨が見えてる。こうね、肋骨が見えてるんですけど、これがねじれてるとこんな風に上がってくるんですよ。こんな風に右側が上がってくる状態。だから回旋せずにまっすぐだと、こうずれてるだけだと回旋がない場合であれば、肋骨はこの状態。ただ、回旋してると、肋骨が右側が上に来たりとか、左側が上に来たりとかがあります。だから回旋してるかどうかは、体幹屈曲するっていう、このテストをやってもらって、右左が結構浮いてる状態。左右差がある状態であれば、まあ若干あるんですよ。普通でもね。だけど、だいぶあるなと、2、3センチ以上あるなってことであれば、これは回旋も入ってるので、ちょっと戻りにくい可能性あります。ただ、戻らないわけじゃなくて、普通のこの回旋がないパターンに比べると戻りにくいなというところは覚えてください。ただ実際回旋が入ってたとしても改善することもありますが、まあ、実際この回旋があるかないかで全然難易度は違うと思っていただければなと思いますので、まずねこの曲げてみてどんな風な肋骨の形してるのかね、ぜひ見てください。で、側弯症って何かこう、それによって何か痛みが起きるとかっていうわけじゃなくて、日時的にこうずれてることによって腰の筋肉が張ってしまってて痛いとかもあるし、あと関節が詰まってしまってる状態で関節が痛いもあるし、ね、結構いろんな原因で日時的に、側弯症が原因で日時的に痛みが起きてたり、しびれが起きてる可能性があるので、しっかり痛みの戻りを起こしやすいと。だからそのパターンに対して、やっぱ運動療法していくってすごく大事ですね。だから、緩めていくだけじゃなくって、緩めていって、鍛えていく。っていう方法もね、しっかり頭の中に入れながら治療していただければなと思います。で、自分でね、結構この運動療法をやっていくのも難しかったりとかする場合であれば、私、全国に整体院復活ってありますから、概要欄のホームページで貼って貸してもらいますんで、そちらの方からチェックしてもらって問い合わせいただければすごく嬉しいなと思います。で、問い合わせしてもらって、電話、メール、あとは、LINE ですね。この3つで予約できますので、ぜひね、自分の近いね、整体の方に行って予約してみてください。はい。あとですね、今日そこはの話だったりさせていただきましたけども、今日の話良かったなと思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、コメント、高評価いただけると、こんな話も聞きたいとか、こんな症状も、話してほしいとかあれば、どんどん取ってきますので、ぜひね、下の方からコメントだったり、高評価お願いいたします。あとさっきも言った通り、店舗目指してもらってるので、もうですね、自分の痛みだったりとか、痛みを根本的に解決していきたい、ね、しっかり痛みがない生活を送っていきたい、っていう人であれば、ぜひね、この概要欄から、ですね、もしくはこのメールの下からですね、ぜひね、見てみてください。はい、ということで今日はね、側弯の話させてもらいましたが、ぜひね、側弯症をしっかり改善できるようにしてですね、痛みを改善していきましょう。では今日はこういうように応援したいと思います。今日の動画はどうもありがとうございました。また見てください。